それでは女子 200m 競走決勝、選手を紹介いたします。第1レーン江口琴美さん、埼玉大学。第2レーン小寺美咲さん、作新学院大学。第3レーン広沢麻恵さん、日本体育大学。第4レーン前山美優さん、新潟医療福祉大学。第5レーン中村瑞希さん、大阪成蹊大学。第6レーン木村瑞穂さん、東南大学。第7レーン芝山さやかさん、大阪成蹊大学。第8レーン佐藤日奈子さん、大東文化大学。以上8名によりまして、女子 200m 競走決勝です。23秒99、追い風 1.3m の中行われました。さあ、その 200m 競走決勝の様子、スクリーンをご覧ください。女子 200m 競走決勝、結果が確定しました。4着5着は同タイムですが、1000分の1まで拡大して着差がありと判定されました。